友達の彼女にタンプレってあげていいかな。なんでなんでかによるな。お互い仲いいとか、自分がされて嫌じゃなかったらいいんじゃない。友達の彼女っていうぐらいだから、多分その彼氏側とも、彼氏側と仲いい、仲いいってことだよね。仲良くてお互いにその交流があって、例えばダブルデートとかしてたりするならいいかもしれないけど、まあ私ならあげないね。めんどくさいし、なんかめんどくさい、めんどくさい、めんどくさい絶対めんどくさいぞ。まあ男ならいいかもしれない、男なら。わからんけど、私はその友達の彼女にタンプレをあげたい欲よりも、友達との関係性を大事にしたいからあげないな。まあなんか微妙だよね。友達の彼女にタンプレって微妙だな。すごいすごい論争が起きそうな話題ではある。いやでもさ、いやでもそういうのちょっとあるよね。なんか学生の時もあったんだよな。なんかお互いどっちも仲いい友達、男の子の友達も仲いいで、女友達も仲いい、あそこがくっついたみたいなのって結構むずいよね、関わり方都市伝説でしょ。いや全然都市伝説じゃないぞ。いや私何度もあるけどな、友達同士がくっついた。えなんかさ、ゲーム関係とかでもない？普通にインターネット友達界隈なんか普通によく一緒に遊んでた、みんなで遊んでたフレンド同士がくっついたみたいな。てか実はくっついてたパターンがなんか一番めんどくさくない？なんか実は知らないんだけど、聞いてないんだけど、なんか別の人から聞いたとかね。え実は A ちゃんと B 君って付き合ってるらしいよみたいな。え？ま？みたいなあそうなんだ、知らない体にしといて、で A ちゃんに誘われて遊ぶじゃん普通に。で B 君に誘われて遊んだとします。でなんか A ちゃんが2人で遊んでたのみたいなのってなんかよく聞くんよなこっちには全くそんな気はなくてもさ、やっぱり彼女が嫌な気分になったり彼氏が嫌な気分になったら、もうそれは申し訳ないからな、うわごめんみたいな。